ジャスティン・バーランダー、ジャスティン・バーランダー、ジャスティン・バーランダー、本名、ジャスティン・ブルックス・バーランダー、ジャスティン・ブルックス・バーランダー、1983年2月20日帯は、アメリカ合衆国バージニア州、グーチランド軍マナキンサボット出身のプロ野球選手、投手。バーランダーという勢は、オランダやドイツでは、フェルランデルといい、特に、オランダに多い。右打ち。 MLB のヒューストンアストロズに所属。妻は、モデルのケイト・アプトン、高穂リトルリーグ、高穂リトルリーグ所属時からコントロールはひどいものの、抜きんでた肩の強さを見せていた。13歳の時には、父、リチャードの手に負える球速ではなくなっており、キャッチボールを止められて、ベースボールアカデミーに入れられた。アカデミー入学直後に行った、球速測定では、 すでに 84mph、約時速 135.2km を記録していた。高校入学時には 93mph、約時速 149.7km、その後一時期呼吸器障害により、休息を落とすが、進学時に復活。在学中にフォーシームファストボールとツーシームファストボール、以外にカーブとサークルチェンジを習得して、投球の幅を広げ、 大学通算で335.2イニングで427奪三振を記録。また3年連続で全米選抜に選出された。7月に開催されたサントドミンゴパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。の MLB ドラフト1巡目、全体2位でデトロイトタイガースから指名を受ける。指名から契約まで4ヶ月を要し、 10月25日に、球団史上最高額となる契約金315万ドルで入団した。は AQ レイクランド、AQ エリーで好成績を残し、メジャーに昇格。7月4日のクリーブランド・インディアンス戦で、メジャーデビューを果たしたが、5.1回を投げ4失点で、敗戦投手。2試合目は7月23日のミネソタツインズ戦で6回、5失点でまたも、敗戦投手。 これがこの年のメジャー最後の登板となり、a 級エリーに降格した。マイナーリーグでの防御率1.29は、全体で6位の成績だった。は、開幕から、先発ローテーションに定着。5月には4勝1敗、防御率1.73の成績で、ルーキー・オブ・ザ・マウスに選出され、5月22日の、カンザスシティ・ロイヤルズ戦でメジャー初完封を達成。 オールスターゲームのアリーグの32人目の選手を選出するファイナルボートにノミネートされたが、選出はならなかった。シーズン通算で30試合に先発登板し、投球回200回未満で21非本塁だと、やや被弾が多かったものの、防御率3.63はリーグ第4に、球団新人投手としてはのマーク・フィドリッチの19勝以来の高水準となる17勝を挙げ、 124、脱三振は、球団新人腕投手の新記録となった。投票で28票中26の1位秒を集め、ルーキー・オブ・ザ・ヤーに選出された。投資コーチのチャック・ヘルナンデスは、非常にインパクトを受けたのは、彼のメンタル的な安定さで、対外の若いピッチャーは、失敗を恐れてやりすぎるものだが、彼はピンチに陥っても、感情のコントロールができていると証言する。 通り精神的に非常に安定しており、登板時に、投球や審判の判定によって取り乱すことは、ほとんどない。しかし、ケニー・ロジャースが、シーズンを通して、気持ちを抑える難しさを学んでいるところだと、証言している通り、6月17日から8月1日に、かけて7連勝したが、8月11日以降は3勝5敗、防御率5.86と調子を落とした。 6月12日、地元デトロイトでのミルウォーキーブルワーズ戦で、タイガースの投手としては4月7日のジャック・モリス以来、デトロイトでは8月25日のバージル・トラックス以来となるノーヒットノーランを達成した。オールスターゲームに初めて選出された。18勝6敗183奪三振と前年を上回る数字を記録し、勝率。750はリーグ1位となった。 二年目のジンクスを跳ね返し、AS へ成長。シーズン終了後に、ミゲル・カブレラを獲得するなどの大型補強で、強力打線が完成したが、先発投手で確実に計算できるのは、自身一人という状態での回を迎えた。初の開幕投手を務めたが、不調で負けが先行。6月11日からは6連勝を記録して8勝を9敗まで持ち直したが、 その後2度の4連敗を喫し、結局リーグワーストの17敗でシーズンを終えた。優勝候補と目されていたチームは、地区最下位に終わった。9月1日のニューヨークヤンキース戦では、自己最短の1.2回、8失点で降板。試合後の会見で、今年はいろいろ不運なことが多くて、自分のシーズンを持っていかれた感じと話し、この日のストライクゾーンが厳しかったと発言したため、 ジムリーランド監督からは、責任転嫁の姿勢を批判された。は4月は1勝2敗、防御率6.7534奪三振だったが、5月は5勝0敗、防御率1.5256奪三振の成績で、ピッチャーオブザマウスに選出され、その間に、球団史上のミッキー・ロリッチ以来となる試合連続2桁奪三振を、達成した。 最終的に1 9勝269奪三振を記録し、最多勝利、最多奪三振の2冠、勝利数は CC サバシア、フェリックス・ヘルナンデスとタイを獲得した。サイヤング賞の投票ではザック、グレインキー、ヘルナンデスに次ぐ3位。2月4日に5年総額8、0ドルで契約を延長。は、終盤22連勝を記録するなど24勝5敗。 防御率2.40250脱三振を記録し、最多勝ち、最優秀防御率、最多脱三振の投手三冠を達成する大活躍で、チームの24年ぶりとなる地区優勝に貢献。初のサイヤング賞を満票で受賞し、さらに投手としてはのデニス・エカーズリー、先発投手としてはのロジャー・クレメンス以来となる MVP も受賞した。 オールスターゲームの先発投手に選ばれたが、集中打を浴びて1回で5点を失った。地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズでは3試合先発すべてで、勝利投手となったが、サンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズ第一戦では4回、5失点と打ち込まれ、敗戦投手になった。サイヤング賞の投票では、デビッド・プライスに4ポイント及ばず、2年連続の受賞を逃した。 3月29日、2015年から2019年までの契約延長が決定。契約内容は年俸2800万ドルで5年増額1億4000万ドル。さらに2019年シーズンにサイヤング賞の得票5位以内に入っていれば、2020年シーズンを年俸2200万ドルの内容で契約延長することができる。 2013年から2020年までの総額2億200万ドルは当主に支払われる額として MLB 史上最高額となる。1月9日に体幹の筋肉の修復手術を行った。復帰には6週間かかる見込みで、デーブ・ドンブロースキー GM はスプリングトレーニングには間に合うだろうと発表した。スプリングトレーニング中の2月18日に復帰し、 ブルペンで54球を投げた。レギュラーシーズンでは2008年以来の不調に陥る。9年連続での2桁勝利となる15勝を挙げたが、2年連続で12敗して、自責点がリーグワースト。防御率4.0では、愚か4.50を超えたのも2008年以来であった。この年通算百5 0勝を達成。は故障の影響もあり、試合の先発登板に、 止まって5勝8敗に終わった。この年は、ルーキーイヤー以来10年ぶりに規定投球回未達だった。は2年ぶりに開幕投手を務めた6回3失点で勝敗つかず。4月は防御率5.46だったが、徐々に持ち直し、5月18日に通算2000奪三振を達成。7月以降は18試合123イニングで9勝3敗。 防御率1.98と高騰を続けた。シーズン通算では16勝、リーグ6位、対9敗227.2インニング、リーグ2、防御率3.04、リーグ2254奪三振で4年ぶり4度目となる最多奪三振を獲得。ホイップでもリーグトップを記録した。 サイヤング賞の投票では1位投票は30人中14人を獲得したが、元同僚のリック・ポーセロに5ポイント及ばず2位に終わった。この結果に、バーランダーの婚約者であるケイト・アップトンが、ツイッターで選考委員や受賞したポーセロを罵倒するコメントをし、大きな波紋を呼んだ。8月30日のコロラド・ロッキーズ戦でメジャー初打点を記録した。 この年は8月までに28試合に先発したが、10勝8敗、防御率3.82と、前年よりも成績を落としていた。2017年8月31日に、フランクリン・ペレス、ジェイク・ロジャースとのトレードで、後日発表選手、または、金銭と共にヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後は5試合に先発し、5勝無敗。 防御率1.06ホイップ0.65と驚異的な高騰を見せ、地区優勝に貢献した。両チーム合計では33試合先発で15勝8敗、防御率3.36219奪三振と前年に続き200イニング到達、奪三振率9.0超えを果たした。ポストシーズンでも5試合先発、1試合リリーフで4勝1敗。 防御率2.21と好調を維持し、球団初のワールドシリーズ優勝に貢献した。特に、リーグチャンピオンシップシリーズでは2勝、防御率0.56を記録し、MVP を受賞した。オフの11月に、ケイト・アプトンと結婚式を挙げた影響で、ヒューストンで行われた優勝パレードは欠席した。は、開幕から高騰を続け、5月までに12試合で7勝2敗。 防御率1.11とロケットスタートを見せた。6月、8月に月間防御率がそれぞれ4.34、5.29と失速を見せたが、5月16日のエンゼルス戦で大谷翔平から通算2500奪三振、8月19日のアスレチックス戦で通算200勝をそれぞれ達成。34試合先発で16勝9敗。 防御率2.52、リーグ3位、脱三振290、同1位、自己最多2 1 4レイニング、同2位、ホイップ0.90、同1位の高成績を上げ、5度目となる最多、脱三振受賞となった。スリークォーターから、常時95メートル PH、約時速153キロメートル前後、最速102メートル PH、 約時速 164km のフォーシームと 80mph 前後のカーブ、80mph 後半のスライダー、80mph 中盤のチェンジアップを駆使する。請求力に定評があり、通算予支球率が2.7を記録している。バーランダーの投球に関して一郎は、速球だけでなくそれぞれの変化球が一級品。どれでも三振を取れる。 やっぱりいいピッチャーと絶賛している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。